こんにちは、原町接骨院久松です。今回は牛になれ簡単肝臓疲労回復法ということでお話しいたします。今回ですね、牛になると肝臓が回復するってね、何言ってるんだってね、 お考えになったかもしれないですけども、そうなった肝臓をね、疲れ取る方法があります。この動画をご覧になることにより、あなたは簡単に肝臓の疲れを回復できることが、回復させることができるようになります。ではお話しいたします。もうよくね、あなたも子供の頃ね、親御さんに食べてすぐ横になったら牛になるよって言われたことがあるかもしれません。はい、それが肝臓の疲れを回復させる方法なんです。要はもう食後すぐに横になることで肝臓が休まって肝臓への血流量が増えるんです。そうなると結果として肝臓にエネルギーが溜まる。エネルギーが溜まることによって肝臓を拾って取れていくんです。さらに、この肝臓の血流が良くなると、代謝が上がり、ダイエット効果も出るんです。ですから一石二鳥の方法になります。肝臓の疲れが取れてダイエット効果も出る。で、やり方、ただね、ご飯食べて横になればいいってもんじゃないんです。正しいやり方があるんですよ。やり方です。これ、右側を下にして寝てください。要はこれ、肝臓を下にします。肝臓ってね、右側の肋骨の中にいます。ですが、肝臓を下にしないと意味がない。右側を下にして寝るんです。さらに、より効果を高めるために、頭と足に枕を入れて高くするようにしてください。頭と足の方ですね、高くする。それにより、肝臓が一番下になるような状態するんです。そうなると、より肝臓に血液が集まりやすくなるんです。はい。そしてその状態を15分から30分キープしてください。それ以上やると、エネルギーがね、脂肪として肝臓に蓄積されるので、よろしくないので、15分から30分にしておいてください。それをやることにより肝臓の疲れが回復して、ダイエット効果が出やすくなりますので、ぜひね、肝臓の疲れ取れるようにね、食後、横になって牛になってみてください。ということで、今回の話もう一度復習すると、食後すぐに横になると、牛になっちゃうと言われるんですけども、肝臓が休まって血流量が増加する。そうなると肝臓にエネルギーが溜まるので疲れも取れる。さらに、肝臓の血流が良くなると、代謝が上がりダイエット効果も出るんです。やり方です。右側を下にして寝ましょう。そして、頭と足に枕を入れて高くするようにしてください。そしてそれを15分から30分キープするというね、めちゃくちゃ簡単な肝臓疲労回復法、ぜひぜひ、今日からやってみることをお勧めいたします。そしてこれをご覧のあなたが、肝臓疲れ以外でもね、その他自律神経の症状、その他の症状でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合、または外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世移動して人に触られるってことに対して不安がある場合は、自宅にいながらお体を改善できるオンライン遠隔整体というのを私やっております。私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員で合同でお体を整えるオンライン遠隔整体合同版までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。